ライブ中に神くんの髪にたくさんの羽がくっついてしまい、それを見て爆笑する翔くんと岸くんの姿は、観客にとってほっこりする瞬間でした。10月初旬の宮城公演は、音楽に対する純粋な情熱と仲間同士の深い絆を感じさせる瞬間でいっぱいでした。ナンバーアンダーライン愛のツアーに参加するため、全国から集まったファンは、ただ単に音楽を楽しむだけではなく、メンバーたちが見せる一瞬一瞬のパフォーマンス。 そししてお互いの絆に心を打たたれました特に岸くん、翔くん、神くんの3人が見せた絶妙な掛け合いや、ライブを通じて伝わる友情は、ファンの心に強く刻まれました。翔くんの誕生日プレゼントであるセットアップを喜んで銀座に来ていった岸くんの話や、ファッションショップで、良い服着られてますねとスタッフから褒められた時の微笑みが可愛らしくて忘れられない、というエピソードからも。 彼らの親しみやすさや人間味を感じ取ることができます。こうした日常のエピソードが、ファンと彼らとの距離感を縮め、音楽だけではない人間味あふれる魅力に引き込まれてしまうのでしょう。ライブの感動は、それぞれのパフォーマンスからも感じられます。岸くんのソロパートでは、ただのかっこよさだけではなく、彼がどれだけ音楽に真摯に向き合い、努力を積み重ねてきたかがはっきりと見て取れる瞬間がありました。 リズムを刻みながらギターを弾き、圧倒的な歌声で観客を魅了する姿は、まさにミュージシャンとしての彼の覚悟を感じさせました。特にファンの間では、岸くんがずっと音楽と向き合ってきたことが、この瞬間に凝縮されていると感動を共有する声が多く、彼の成長を目の当たりにできた瞬間に多くのファンが涙を流しました。また、ライブ中の一瞬一瞬も、3人の個性が際立っていました。 神君のソロパフォーマンスでは、感情が乗り移ったかのような力強い歌声が響き渡り、観客はその瞬間に鳥肌が立つほどの感動を覚えました。特に彼が言った、この曲は自分の首を絞めるような曲だった、という発言が印象的で、それだけ彼がこの曲に対して覚悟を持ち、全力で取り組んできたことが感じられました。ライブで披露されたパフォーマンスは、音源を超える完璧な成果であり、 彼の覚悟と努力が一層際立つ瞬間でした。そんな中でも、翔くんと岸くんが見せた絶妙なコンビネーションは特にファンを楽しませました。例えば、ライブ中に神くんの髪にたくさんの羽がくっついてしまい、それを見て爆笑する翔くんと岸くんの姿は、観客にとってほっこりする瞬間でした。そんなおちゃめな一面を見せながらも、翔くんが見せる一言一言はとても深く、感動的なものでした。 彼の言葉には、これまで共に歩んできた仲間たちへの感謝や、ファンへの愛が込められており、多くのファンがその言葉に涙を流しました。ライブ後、ファンたちはその余韻に浸りながら、互いに感動を共有していました。倍7分の24という曲でのパフォーマンスでは、神君が、この曲は自分にとって本当に挑戦だったと語り、実際にライブでの成果はその挑戦を乗り越えたかのような見事なものでした。 彼がマイクの話をする場面や、翔くんにゴールドの部分を隠さないでと注意され、可愛らしいやりとりをする場面も、ファンにとっては忘れられない瞬間だったでしょう。ファン同士がその感動を分かち合い、ツイッターや SNS で細かくレポートする姿も多く見られました。初めて参加した人々が、記憶がほとんどないと感じるほどの圧倒的なパフォーマンスに圧倒される中、詳細なレポートを共有するファンたちのおかげで、 その感動ががより広がり、広多くの人々がライブの素晴らしさを感じることができました。さらに、翔くんがメンバーからどれほど大ごとにされているか、その自然なやり取りからも伝わってきました。ファンは、3人の間にある強い絆がライブ全体のクオリティに直結していることを感じ取り、彼らの友情が一体感を生み出していると実感しました。特に翔くんが、俺も行きたかった、と語る場面や、神くんが、 この2人は本気で来るからねと笑いながら話す姿からも、彼らのリアルな関係性が垣間見える瞬間がありました。公演後、ファンたちは思い思いにライブの余韻に浸り、心に残る瞬間を反数していました。中には、岸くんが自分の近くに来てくれた場面を iPhone で撮影し、その一瞬を大切に記録しているファンも多く見られました。どれだけ画質が良くなくても、その瞬間が宝物として心に刻まれるというのは、 ファンにとって何よりも価値のある思い出となるのです。さらに、ファンが喜ぶ要素の一つとして、彼らのエピソードの裏話もライブを彩っていました。例えば、神くんが家族と一緒に仙台で牛タンを食べに行った話や、その際に、ナンバーアンダーライン愛の曲が流れていたことにドキドキしていたエピソードが共有され、ファンたちは彼らの日常にも共感を覚える瞬間がありました。また、ライブ中に岸くんが観客に、 会場から10分以内に住んでる人いると問いかけ、それに対して翔くんが、個人情報だよと突っ込みを入れる場面も、彼らの自然な会話の中で笑いが生まれ、会場全体が和やかな雰囲気に包まれました。このように、ライブは音楽だけではなく、彼らの人間的な魅力が存分に感じられる場であり、その一瞬一瞬がファンにとってかけがえのない宝物となります。翔くん、岸くん、神くんが見せる笑顔、 そしてパフォーマンスの裏にある努力や覚悟がファンに深く刺さり多くの人々が彼らを応援し続ける理由となっているのです最後にファンの多くが口にしたのはこのライブを何度でも見返したいという思いでした幸いにもスマートフォンに記録されたライブ映像や写真が彼らの手元に残りそれを何度も見返すことで感動を何度でも蘇らせることができると語る声が多く聞かれました こうしたファンとのつながりを感じさせる瞬間は、彼らがどれだけ大切にされ、愛されているかを強く実感させるものでした。宮城公演が終わっても、その余韻は続いており、12月に控える次の公演を待ち望むファンたちが増えています。彼らの音楽に対する真摯な姿勢や、互いに支え合う仲間たちとの絆は、これからもファンを魅了し続けるでしょう。12月の公演が近づくにつれ、 ファンたちの期待はますます高まっています。宮城公演で見せた感動的なパフォーマンスや、お互いを思いやるメンバーたちの姿が記憶に新しいだけに、次の公演ではどのようなサプライズが待ち受けているのか、多くの人々が想像を膨らませています。特に、翔くん、岸くん、神くんの3人が見せるパフォーマンスの進化や、どのような新たな演出が加わるのかは、ファンにとって最大の関心事です。 彼らが音楽を通じて伝えたいメッセージは、毎回異なる形でファンに届くため、どのようなテーマでライブが展開されるか、SNS やファンコミュニティではすでに様々な予測が飛び交っています。このようなライブツアーの準備においても、彼らが常に新しい挑戦を続けていることが注目されています。例えば、ステージ上での演出やセットリストの構成、さらには衣装や照明の使い方など、 全てが細部に至るまで計画され、ファンを驚かせるために緻密な準備が行われていることが知られています。また、彼ら自身がライブでパフォーマンスすることに強いこだわりを持っていることも、ファンの心を引きつけ続ける要因の一つです。音源だけではなく、性のパフォーマンスにこそ価値を乱し、ライブという空間でしか味わえない感動を大切にしている姿勢が、多くの人々を引きつけているのでしょう。さらに、 宮城公演以降、ファンの間では彼らに対する感謝の気持ちや応援する意義についても深く考えられるようになっています。公演の旅に見せる彼らの成長や全力でステージに立つ姿は、ただのエンターテイメントではなく、ファンにとって生きる力や希望を与えてくれる存在になっています。特に、翔くんの真摯な言葉や、神くんの情熱的なパフォーマンス、岸士くんの音楽への深い愛情は、 それぞれがファンにとって特別な意味を持つものとなっており、彼らが送るメッセージはファン一人一人の心に深く響いているのです。宮城公演では、メンバーたちのユーモアあふれる一面も垣間見えましたが、その背後には常に音楽への真剣な取り組みがありました。それは、単なるショーマンシップではなく、彼らが本気で音楽を愛し、ファンとのつながりを大切にしているからこそできることです。その一瞬一瞬のやり取りが、 ファンとの距離を縮め、また次回の公演を楽しみにさせる要素となっているのでしょう。多くのファンがライブ後も SNS 上でその感動をシェアし続け、彼らのパフォーマンスがどれほど素晴らしかったかを語り合う姿は、彼らの音楽が単なるエンターテインメント以上のものであることを証明しています。次の公演に向けて、ファンたちは再びその瞬間を待ちわびており、どのような形で彼らが新たな一歩を踏み出すのか、期待が膨らんでいます。 音楽と人との絆を深め感動を共有する場としてのライブはこれからも多くの人々の心に残り続けることでしょう。そして彼ら自身もまたその期待に応えるべくさらに新しい挑戦を続けていくのだと信じています。